アメリカの若者親との同居が急増。選択せざるを得ないインフレ事情をニューヨーク Z 世代が明かす。インフレによる住居費と食費の高騰で、食べ物さえ節約するアメリカの Z 世代の話を聞きました。こうした厳しい状況の中、アメリカの若者が選んでいるのは親との同居です。世界の最新金融情報を届けるブルームバーグニュースの調査によると、アメリカの18歳から29歳の 45% に当たる約2300万人が家族と同居。過去80年間で最高の数字で、そのうちの6割は過去2年間に親元に戻ったと答えています。中略。かつて、アメリカでは夏にアルバイトをしながら学費や家賃を払って大学を卒業する時代がありました。Z 世代評論家のシェリーは、今は学費から生活費まであらゆるものが値上がりしています。アルバイトをしていても、またはルームメイトがいても大変だから親との同居を選ぶんです。それしか選択肢がない人も少なくないと思うと分析します。アメリカでは学費の値上がりも大きく、1970年代に比べて今の学費は20倍以上に値上がりしています。新卒の平均年収は5万6000ドルと、額面では1970年代の8倍ですが、インフレ率を考えると価値はむしろ下がっています。日本では20代の独身者の約6割が親と同居しています。世界的なインフレの広がりによって、物価上昇や値上げが続く昨今、Z 世代の将来設計はますます困難を極めていくでしょう。そうした中、親との同居は対策の一つと言えます。理にかなってるとしか言いようがない。家賃高いしじゃない。もともと欧米は大人になれば別居が普通やろ。日本より車もいるところやろし、きついやろな。州によるけど車検ないとこもあるし、維持費は日本より安いんちゃう。自動車税が日本より圧倒的に安い。日本はガソリンが20税だったり、旧車だと重量税とかも増えてくから高い。そもそも免許が高い、道路狭い、ガソリン高い、車検高い。これじゃ車離れするよな。都会やと公共交通機関が発達しまくって車なしでもなんとかなるしな。免許取ったとしてもカーシェアが一番効率ええ気がする。カーシェアは必要なタイミングで取り合いになるからレンタカーがええで。郊外は比較的利用率低いらしいから狙い目やな。多少不便やけど許容範囲。郊外ならむしろ自家用で持ったらええんちゃうか。駅まで15分圏内ならいらんけど。首都圏関西圏の郊外は駅前発展しとるからな。持ち家なら別やけど。そもそも広大なアメリカで自宅から通える大学に進学する方がレアケースやし。ラボの Z 世代6名のうち、親と同居しているのはミクア、シャンシャン、メアリー、ヒカルの4人です。ミクアとシャンシャンは医大生。働き始めたメアリーと夫のヒカルは、共にメアリーの親の家に住んでいます。これ全員移民やろ。アジアやヒスパニック系はもともと結婚するまで親と同居する文化やし。日本にそんな文化あるんか？それなら子供部屋おじさんなんて別称生まれんやろ。割と急に生まれた感じある。もともとは長男よ次は家から出ない文化やで。女は竹に嫁に出す。有能な次男以下は近隣に分家を建てて本家を補佐する。使えない次男以下は都会にでも出て変わらものになる。もともと悪いことではないしな。介護や子育てもあるし各家族にこだわると逆に大変やろ。家賃高すぎやからシェアハウスが流行ってるんやろ。要するに家賃高すぎなんやろな。シェアハウスは戦後の貧乏な若い芸術家や役者たちが都会で一緒に暮らしたのが始まりだから昔からずっとある文化。まあどっちみち家賃が高いのがそもそもの原因やけど。まあその若い芸術家やら貧乏な若者やらが実際には財閥の姪っ子とかだったんやけどな。そういう奴らはヒッピー気質やからシェアハウスが好きなんや。東京の外人向けシェアハウスはそういう雰囲気税と中華系が同居してしまっていて。最終的には一人で住んでるはずなのに8人いる中国人とかに共有スペースと冷蔵庫とトイレを占拠されて追い出されていく。日本のことおじおば丸にしてたら欧米も追随してきたな。どっちが先進国なんだか。働いてるならええやろ。ニューヨークも東京もやが実家が都会ならわざわざ一人暮らしするメリットないやん。やばいのは田舎のことおじやろ。周り見てると実家が東京だと何かと裕福なので別居してる人は多いで。子育てだけはジジイババアに任せて仕事や遊びに集中してる。一番子とおじなるのって郊外の奴らやと思う。アジア圏は独り立ちせずに各家族か、欧米は独り立ちして新しい家族を作るってイメージだったんやけど、なんか意外。日本もそうやぞ。18-34歳の親と同居する未婚者の割合。2021年男性 65.9%、女性 72.1%。国立社会保障人口問題研究所が2023年8月に公開したデータを参照すると、実家暮らしをしている人の割合は約6、7割に上ります。それは最初からわかってる。欧米がまねっこしてきたなって話。親との同居が急増というより昔に回帰してる感じよな。そんなに各家族になれ言うなら金と土地くれって話。世界的に見ても一極集中が進んでて都市部の地価が上がってるんよ。土地が高いから家を持てない。家を持てないから実家でことおじことおばする。開発する側と土地の不動産一極集中型資本主義が間違ってたってだけやろ。普通考えればこうなるのわかると思うけど。田舎は田舎で土地も家も広くて別居する持ちでなくないか？なんなら敷地内に離れとかあるやろ。実家バキバキの都内やけど普通に就職したらみんな実家出て30くらいまでに結婚するんやけど。
年収低かったら、そうも言えない人もおるんとちゃう？実家が都内にあるってすげえ恵まれてると思う。バキバキの都内ならそうやろな。人生をスムーズに進んでいく舞台が整ってるんや。親に感謝する代わりにその時をくれ。そもそも日本は代々土地と家を引き継いできた歴史なのに子供部屋とば丸にされるのはおかしいで。欧米化による意識改革が原因やな。農村から都市化の流れもある。小道や織が不動産業界の陰謀って話あったんやが結局どうなんや？わいは賃貸物件の管理もしてる不動産屋さんやがそんな陰謀聞いたことないわ。それについては元ネタが一応ある。梅原というプロゲーマーが子供部屋だったことが話題になってて、それで梅原を叩いてる奴らのことを子供部屋おじさんと呼ばれててそれがブームになったらしい。梅原が子供部屋なのになんで叩いとる奴が子供部屋おじさんなんや。梅原が子供部屋おじさんじゃないのか？その辺は愛も不思議やなって思う。やってることはレッテル貼りやからな。でも小道や織そのものがまずレッテル貼りなんやし、ある意味間違った使い方じゃないのかもしれへん。ほん。わいは可能な限り小道し続けるわ。趣味ピアノやけど一人暮らしで、防音室グランドピアノとか無理や。親は偉大。親の年収に障害かかっても到達できる気すらしない。ええな。一人暮らしの物件とかそもそもグランドピアノ入らんからな。確かにフリーターや無職で実家に帰省してるなら、バマルにされてもおかしくないけどさ。実家に住んでちゃんと彼女もいて仕事もしてるなら理想やん。それで2世帯住める家なら申し分ないな。社会人になって彼女いたら普通に同棲や結婚の流れになるやろ。なるけどそれまでの間の話よ。アメリカやったら家広いし、ものすごいファミリー意識強いからもともと家族と住むのにそんなに違和感ないと思うぞ。ある程度年取ったら自立すべきって考えは日本よりひどいらしい。ひどいというか当たり前の話やろ。赤ん坊の頃から寝室わかるような文化なんやし。確かに。アメリカにはフルハウスな世界観が広がってるんじゃないのか。わかる。ワイもアメリカの家庭って、フルハウスのようなイメージやわ。あれも田舎の話やろ。アメリカって大人になってもも自立せんまま引きこもってたら親が警察呼んで家から追い出すみたいやからな。自由の国じゃなかったのか。アメリカって勝手にニートとか不登校いないと思ってた。もう資本主義が限界だろ。日本の場合は資本主義が限界というより民主主義が限界なんやと思う。民主主義は有権者の過半数が高齢者になることを想定していなかった。というか65歳なんてもはや高齢者じゃないんやから75歳以上を高齢者にするべき。確かにシステムを根本から変えるよりその方が現実的だよな。成人の定義だって少し前にいじってたし我が国。実際30年前の65歳って今の75歳くらいやし、60年前の55歳くらいの見た目やで。医療の発達で昔よりはジジイババアは健康でいられているんだし、おじさんおばさん扱いして働かせてもバキは当たらんやろな。〇〇主義ってさ、主導権を握っている側の大半が善人でないとどれも破綻する気がするんやけど。欲深い悪人しかいないだろそういうやつって。人の上に立つってのはそういうもんだし。わいし品川区に土地持ち家あること氏高みの見物。ええやんくれ。やらん多分地下8000万はあるやろから50過ぎにはセミリタイアするわ。上空飛行機ビュンビュンでかわいそう。そんなもん大したことないぞ。笑い夏場窓開けてたらなんか音するなレベル。アメリカみたいな一歩間違うと無職になるような国こそ親族で結託して暮らすべきやろ。日本なら一人暮らしから無職に落ちても生活保護があるが。つまりどういうことか。結婚するか助け合える友人を作っておくかその両方をしておくか宅発層になるか。逆に東京で賃貸とか悲惨やろ。この先東京で家買うのも厳しいし田舎に逃げるしかないんちゃうか。なお仕事がない模様。まあ大企業勤めなら仕事見つかるやろ。ぶっちゃけ田舎はもう無理だと思う。人口減で地方のインフラが切り捨てられるはもはや確定的に明らか。スキルアップしてテレワークできるようにして立地のいい都市近郊に住むのがベストやと思う。体を動かして働け。肉体労働はなんぼでもある。最近ブルーワーカーの待遇が良くなってるとは聞くんで、高卒で相応の収入を得られるようになれば就職予備校とかした大学にも是正が入るかもね。あれ？これ大学行く意味なくね？となったらまあ高卒者は増えるやろう。地価高くなりすぎて自活できなくなってきたからな。とはいえ20過ぎたら男も女も実家出ていいのが当たり前な国だから。若い世代相当肩身狭いやろな。向こうでは親と同居は普通のことやないんか？海外ドラマとか大抵そうやろ？いいえ全く。日本以上にキモいものとして扱われるで。知らんかった。ドラマ大飲みは良くないね。ほとんどの奴は進学から寮暮らし、金持ちはマンション暮らしになる。そのまま就職して職場に通えるところに家借りるから大体みんな18には自活する。実家にいるのは進学しない貧困層かニートかマザコンしかいない、というのが今までのアメリカ。アメックさんまだそこ？ニューヨークとか安いアパートでも月30万くらいしそうやもんな。同居できる親がおるのが勝ち組やな。Y アメリカからの帰国子女に来やけど、これはニューヨークなど大都市部での現象やね。もともとアメリカでは親離れの意識が強くて、大学生にもなったら、家を出て自立しなきゃいけない、っていう価値観が当たり前だったんよ。大学も自分で奨学金をもらったりローンを組んでいくのが普通やしね。だから日本の学生はみんな実家に住んで、学費も親に出してもらうんだよっていう話をすると日本で大人になるのは難しいねうて皮肉を言われてからかわれたわ。ちなみに勘違いされちゃ困るけど、アメリカや欧州でいう奨学金ってのは返済不要なもののことね。
日本人がよく奨学金って呼んでる日本学生支援機構のやつは実際には奨学金スカラーシップではなくてただのスチューデントローンや。なんかかっけえな。ワイも今度これよ。実家が東京の賃貸です。これが一番積んでるやろ。この先どこに逃げても親がセットでついてくるんや。アメリカインフレしすぎてやべえからな。メリットデメリット抜きに親と住むの嫌じゃない？お前ら親好きなんか？というかまともな親子関係なら親も子もお互いに適度な距離で生きるよ。仲良いのといつまでも親と子供の関係ってのは別の話。親も愛も依存しとるからな。いなくなると精神が不安になる。金や資産の依存はいいけど心まで依存してるのはちょっと。嫁姑関係で嫁の味方しなさそう。お前ら日本にこもってないで海外経験は積んだ方がええで。間違いなく人生が変わる。海外旅行バンバン行きたい。正直、ニューヨークの街とエジプトでピラミッドとスフィンクスは見てから丸見たい。単に旅行ではなく住んでみるべきやな。それか旅をした方がいい。旅と観光は違うから。したい。言うて今はハードル高いと思うわ。大学の教育費は年々高騰しとるんで海外留学するのは実家極太でないと無理。海外経験っつっても就職ないしスキルアップした上でという話になるが結婚してたら日本から飛び出すのは難しい。ワーキングホリデーで行けばいい。100万や200万の予算があれば行けるで。行かない理由をつけてうじうじしててはダメ。若いうちに100万200万のまとまった金を用意するってのがもう常人には難しいと思うのね。行きたいなと思ったら用意できる額やん。その用意できる額やんって言えるのがもう恵まれてる証やと思うよ。なんていうか高大学に通えるくらいには実家が裕福みたいな前提があるよね。いや各家はいもそうなんやけどもさ。奨学金フルで借りてバイトで金貯めていけばええやんくさ。健康的なのはべったりでもないがおとしん普通でもない適度な距離感を保てる関係なんやろうが難しいね。本当のこと言おうか。アメリカ人の言うアメリカではって大体そいつの住んでる群の話でアメリカ全体のことでは全然ないで。それは大体の人間がそうやろな。自分の身の回りのことしか普通は知らんわ。ワイはええ年こいて親と暮らすとかめっちゃ嫌だから18年前から一人暮らししてるわ。金はきつかった時もあったけど嫌なものは嫌やし。アメリカ家賃高いしな。家賃賃高いの？世界的に仕方ないならしゃあないな。アメリカ言うてもでっけえしな。アメリカではっていう切り口からネブラスカとかサウスカロライナとかオクラホマの話するやつおらん。みんなニューヨーカーかロスの狭い話かせん。サンフランシスコとかの話もあるやろ。アメリカの内陸部の州とかどんなんか全く想像つかん。カンザスとかネブラスカあたりはずっと平坦な畑と農地が広がってるよ。割とマジで。田舎とはいえ穀物地帯なんやな。土ほじくり返して種まいたら勝手に作物生えてくんねん。あんな国と日本みたいな土地に何ある国比べたらあかん。すげえな。肥沃や。アメリカとメキシコとブラジルも全部それや。アメリカ大陸肥沃すぎずるい。アメリカは一人暮らしってあんまりしないらしいな。シェアハウスがメジャーらしい。大した目的もなく一人暮らしするくらいなら実家で貯金貯めてた方がよっぽどええのにな。親と仲良しなのはええことや。ほんまそれなんよ。ネット民はアパート借りて一人暮らししてるのが偉いって勘違いしてると思う。それはそれとして一人暮らしした方がいいと思うよ。親との仲も良好で一人暮らししてるわいが勝者でええか？ニューヨークはしゃあない。ニューヨークはそりゃそうやろ。インフレならパラサイトした方が賢いよな。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。